ジャンは、ルクセンブルクの大公、ハプスブルク家の前頭首、オットーの重帝にあたる。1968年から2002年のユーロ導入まで、複数のルクセンブルクフラン紙幣に肖像が、使用されていた。即位式1921年、大公家の居城ベルク城で、ルクセンブルク女大公、シャルロットの長男として生まれる。父は、パルマ公ロベルト一世の子で、 オーストリア皇后をついたの弟フェリックス。ローマ教皇ベネディクトゥス15世に洗礼を施された。ルクセンブルク国内で初等教育を終了し、イギリスのノースヨークシャーにあるローマカトリック系の寄宿学校アンプルフォースカレッジに進学した。1939年に成人すると正式に対抗生子となった。1940年5月10日、 ドイツがルクセンブルクに進行すると、対抗一家は、フランス、ついで、カナダへと亡命した。亡命先で、ケベックシティのラバル大学に進学し、法学と政治学を学んだ。1942年、イギリス軍のアイリッシュガーズ連隊に、義勇兵として志願、イギリス陸軍の主要基地アルダーショットで、士官訓練を受けた後、1943年に、中尉、 1944年に大意に任官された。1944年6月11日、ノルマンディに上陸し、ガーン攻防戦やブリュッセル解放戦に参戦した。1944年9月10日にはルクセンブルク解放戦に参加し、その後、オランダのアーネムへ移動、ドイツ進行にも従軍した。1953年4月9日、ベルギー国王レオポルド3世の長女。 ジョゼフィーヌ・シャルロット王女と結婚し、三男二女を設けた。1964年、母、シャルロットの上位によって、対抗位を継承した。1999年に着尊にあたる、ギオーム大公子が成人したことを受けて、2000年10月7日、長男のアンリに上位した。2005年1月、ジョゼフィーヌ・シャルロット妃が、肺がんのため公居し死別。晩年は、 ルクセンブルク市郊外にあるフィッシュバッフ波状を居場とした。2019年4月中旬により、肺管線症のため入院し、同月23日、98歳で公居した。ジャン対抗夫妻とその子女、ウィキメディアコモンズには、ジャンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。